で逆を向きたいときはこのような感じでスティック。たくさんですかね。小学校はたくさんかもしれない。これはですね、ちょうど去年の5月、自分たちでお茶の倉庫を改造して作った。いやもうめっちゃ自分も大好きだったアトリエなんですよ。香港の音響も良くて、この音っていうのはうちなんですけど、いろんなアーティストさんに協力してもらって作ったにもかかわらず1ヶ月で潰してしまったという。実際壁に絵とか描いてもらってたり、アート作品に出てもらってるんで、魂がやっぱ半端なく、本当にいい空間だったんですよ。本当自分で言うのもなんですけどね、こういう感じでいろんなライブペインティングしてもらったり、はあ、ということでたまに見ます。反省のため。